マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートアーケードグランプリ2、マリオカートアーケードグランプリ2は、任天堂、マリオカートシリーズのアーケードゲーム版である。バンダイナムコゲームスが開発した。2007年3月中旬から稼働を開始した。約6年4ヶ月振りの続編にあたる、マリオカートアーケードグランプリデラックスが、2013年7月25日に、 稼働を開始した。コースは全部で16種類。隠しモードとして逆走コースも出現する。グランプリ時は8カップにコース2回で区切りがついている。本作ではスーパーマリオカートと同様に4つのタイプに分けられる。専用カートを選択した場合はいずれも最高速よりの性能になる。標準的なステータスで多くのコースに対応しやすい。重さも 比較的高め。加速性能が非常に高く、最高速に達するまでの時間が短い。反面、最高速は最も低く、重さも軽量機微タイプと同等である。最高速と加速を両立している。反面、重さは加速重視タイプと同様に低めである。最高速に優れる反面、加速やハンドル操作は鈍い。 専用カートに乗せるとより両極端な性能になる。重量級のため軽いカートに接触しても引かれにくい。レース中、至るところにアイテムボックスがある。そこにカートを通過させ、アイテムを入手することができる。入手したアイテムはハンドルの真ん中にあるアイテムボタンを押すことで使用することできる。ここでは、アイテム名後のカッコにはアイテムタイプが記される。 レースで優勝すると商品としてもらえるアイテム。マリオコインをたくさん貯めると手に入るそれぞれのキャラクターの専用アイテム。ありがとうございます。